にちはにゃでーす。ってことで、皆様に朗報がございますので、情報紹介やっていこうと思います。で、今みんなが聞いているこのオープニングは、本編の動画を撮った後に撮っているオープニングで、本編の動画は別でオープニングありますので、よろしくお願いいたします。で、この動画なんですけど、黒飛び未所持の方、黒飛び一体所持の方に朗報が1点。さらにですね、こっちが本編なんですけど、黒飛び一体所持の方にはね、朗報がさらに1点ございます。で、黒飛び2体以上持ってる方にはね、まあ、特にないというか、普通でございますので、よろしくお願いいたします。で、今からね、紹介する話、はい、私はね、おおと思ったんでね、皆さんもおおと思ったら、ぜひね、高評価よろしくお願いいたします。はい。ということで、まずですね、黒飛び未所持の方、黒飛び一体所持の方にね、朗報、こちらですね、おまけで今オープニング撮って紹介しようとしています。まずですね、何かっていうとですね、未所持の方、一体所持の方、もう黒飛び取れないじゃんって思ってる方いらっしゃると思います。はい、そうなんですよ。もうガチャ終わってるんですね。で、もちろんですね、はい、確定ガチャも終わっております。で、はい、もうね、取れないじゃんって思ってると思うんですけど、実はそうじゃないよというお話でございます。はい。どういうことかというとですね、こちらでございますね。はい、ログインスタンプ。ここでね、まだガチャ残ってます。はい、こちらですね。はい、あとね、2回分ここにガチャ残ってますので、まだ黒飛びチャンスあります。黒飛び1体所持、2体所持になる可能性ありますので、まだ諦めないでください。はい。これが、朗報未所持、1体所持の1点目でございます。はい。それではですね、続いてなんですけど、1体所持の朗報2個目ですね。はい、これが本編です。続いては本編の動画を見てください。どうぞ。はい、こんにちはにゃでーす。ってことで、黒飛び一体所持の方に朗報でございます。そして、黒飛び未所持の方、黒飛び2体以上持ってる方にはですね、あまり嬉しくないかもしれない情報なので、見なくても全然大丈夫でございます。一体所持の方に朗報でございます。はい。で、こちら黒飛びなんですけど、今環境最強リーダーとしてブイブイ言わせてますね。覚醒スキル、リーダースキル、すべてが強いです。覚醒はね、樹脂4つ、ウェイ4つですごく火力高いです。で、変身キャラだから上限解放関係ないじゃんって思ったかもしれないんですけど、こちらですね。はい。スキルなんですけど、自分の上限60億です。で、第3属性まであるので、180億出せて、6解除して、水闇回復を4個ずつ生成でね、はい、ループして、水闇回復をたくさん作ってくれますよと。で、回復4つ消し毎ターン絶対できるのも強いですね。で、リーダースキルですよ。水闇回復4つ消し1個につき 1.5 倍、1コンボ加算、水闇同時攻撃で 78% 軽減8倍ということでね、火力と耐久も分かれてるんですね。だから火力出さずに耐久するなんてこともめちゃくちゃ簡単にできてしまう。こちら黒飛びがね、今環境最強リーダーとしてブイブイ言わせてます。相方もね、豊富ですよね。柴達也だったりとか、あとはグランエルブだったりとか、いますね。はい。で、サブもかなり豊富です。ガチガチに組もうとしたらですね、編成難易度上がりますが、最近私が投稿した黒飛び編成はですね、かなり編成難易度も低いですよね。はい。って感じでですね、まあ黒飛び、まあ結構強いです。はい。サブも比較的組みやすかったりもします。はい。こちら黒飛びなんですけど、そんな黒飛び一体所持に朗報でございます。はい。何かそろそろ差し付いてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。以前にもね、似たような動画出しましたね。はい。何が起きたかというとですね、こちらでございます。はい。私、黒飛び一体所持でございます。いやですね、これ2日前かな ?2 日前と昨日、両方ともですね、黒飛びの動画を出して、どちらの動画でもですね、黒飛び一体所持で2体所持するか迷ってるみたいな話をしたと思うんですよね。はい。で、私結局買おうと思ったんですよ。黒飛び買おうかなって思ってですね、見たらですね、もうなかったです。はい。日曜日まででしたね。今日は月曜日ですね。はい。もう完全に忘れてやり返しましたね。はい。ってことでございます。なので、一体所持の方、私と一緒になりましたので、きっとね、編成組みやすいかなと思います。もちろんね、一体さえいればね、二体所持の方もですね、結局は、フレンド借りるか、借りないかの違いなので大丈夫なんですけど、私と一緒になりましたよという報告でございます。結構ですね、アドバンテージでかいですよ、私と一緒っていうのは。だって、大体、まあ大体わかんないですけど、私の視聴者は結構ね、私の組んだ編成、私が紹介してる編成を組むことが多いと思うので、私と同じ所持状況ということはですね、きっと黒飛びガチガチの、もうね、両方ともすごいごつい武器をつけたりすることはなくなったってことです。はい。フレンドに出てきやすいキャラクターが編成に並ぶことが多いと思いますのでね、一体所持の方、朗報でございます。そしてね、まあ二体所持の方も別に、まあそこまで刺すほどの問題はありませんね。はい。まあどのみち黒飛び使うときは2体使うことになると思うので、はい。まあ自陣じゃなくなるぐらいですかね。自陣2体の編成は私とこうほぼできないと思います。まあできなくはない可能性はありますけど、まあ基本的には自陣じゃなくて、フレンド側と自分の側でね、黒飛び使うことになると思います。ということでございます。はい。まあ、朗報でした。ただしですね。まだですよ、皆さん。落ち着いてください。私ですね、その後にですね、自分のメールボックス確認したんですよ。はい。そしたらですね、ありました。こちら。はい。ガチャがね、残ってたんですよ。大感謝サインアンケートスーパーゴッドフェス。こちら何連分かわかんないけど、メールガチャ3つ残ってるんですよ。ということは、ここでね、黒飛び引ければ、
大丈夫、セーフです。はい。ということでございます。暑くないですか？はい。ということで、ここで黒飛び引いたら、一体所持朗報じゃなくて、二体所持朗報になります。よろしくお願いします。それでは引かせていただきます。はい。さあ、いきます。アンケートスーパーゴッドフェス。まずは開催記念。これ2連だ。これ2連です。暑いですね。2連引かせていただきます。よろしくお願いします。2連暑いね。いきますよ。はい、ここで黒飛び出たらめっちゃ暑い。いきます。はい、もう手に入んないからね。いくよ。はい、まずは2連開催記念です。さあ、はい、第1、あ、つるつる、あ、つるつるってことはこれ、ワンチャン黒飛び。あ、ヒカリンだ。暑っ。ヒカリンも暑くね。普通に当たりじゃん。ヒカリン4体目だ。熱い。全然あり。武器強いからね。ヒカリン武器とさ、この闇ワルリン武器、どっちも強いよね。全然ありっすね。OK です。はい。ルシファーはまあどうでもいいけど。意外とあり。よし。まあでも違うよな。黒飛び出なかったらもうこの動画、一体所持で終わるんよな。はい。1体所持朗報になるか、2体所持朗報になるか、3体所持朗報になる可能性もある。さあ次です。続いて、アンケートスーパーゴッドフェスト。これなんだろうね。なんだろうこれ。あ、ログインプレゼントだ。ログインがあるわ、まだ。ログインです。こちら、ログイン1日目ボーナスでございます。こちら、引かせていただきます。引きます。回す。はい。いきます。はい。よし、来い。来い、黒飛び。はい。あ、ツルツルじゃないってことは？あ、これ誰だっけ？挑戦ですか？あ、挑戦ですね。まあ、挑戦は6体目か。まあ、って感じです。え、もしかしてこれさ、まだログインボーナスある？ログインスタンプにまだガチャある？もしかして。ないね。あ、あるや。あれ、これそう？見えないけど、多分そうだ。あと2連あるじゃん。危な。あ、まだ黒飛びチャンスあるぞ。はい。よし、まだ黒飛びチャンスあるのも、一体所持に朗報ですね。はい。ということで、大感謝祭、アンケートスーパーゴッドフェス、次、行きます。はい。さあ、行かせていただきます。はい。続いて6日目のボーナスですね。行きますよ。はい。さあ、引かせていただきます。はい、カチャンと引いて、はい、ということで、はい、パカッと開きます。あ、昨夜です。あ、まあ、でも、昨夜オリジンが手に入りますぐらいですかね。昨夜が、昨夜30体ぐらいいる？もしかして。まあ、いっぱいいますね。そんないっぱいなかったわ。はい、ってことで昨夜でした。いや、まあ、あと2回ガチャ引けるから、そこで黒飛び引くしかなくなりましたね、私。なんてこった。ついでにこの、ゴッドフェス、レベル 5×5 連、引いておきますか。はい。これ、パツパツのガチャね。黒飛びは出ないですけど、引いておきます。行かせていただきます。はい。よいしょと。カパッ。はい。よし。ツル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 。全部ツルツルだ。あれ全部ツルツルって何？そういうもんだっけ？パイモン、オーディン、ブラックバード、ヨグ、メタトン。星7フェス限1体出たらいい方じゃなかったっけ？このガチャって。はい。まあ、こんなもんでしょう。という感じでございました。フェス限いっぱい増えたな。なんか、メールガチャだけで。はい。ということで、以上になります。で、実はですね、私、無料ガチャ、かなりですね、余ってるんですよ。動画撮ったけど、残ってるやつ。なのでね、こっからはですね、無料ガチャ、私が引くところを見てもらおうと思います。番外編、おまけです。どうぞ。さあ、ということで、おまけでですね、サンリオコラボの開催記念引く様子見ていこうと思います。はい、もう何が出たかも覚えていません。はい、まずサンリオ金の卵が出たのが、あ、新キャラですね、これ。クリクリクリリンだっけ？クリ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 。コロコロクリリンですね。はい、出ておりますこれ新キャラですね。8ゲットなんで全然ありと。さあ次です。次は星6以上確定ガチャかな。はい、いきます。さあまた新キャラが出てくれると熱いですが、はい、ダイヤが出るのが、はい、はい、こんにちはキティですね。こちらも新キャラクターでございます。熱くね。はい、こちらこんにちはハローキティ、こちらも初ゲットでございますね。はい、新キャラが出ておりますと。さあ続いてのメールガチャでございます。はい、引きましたと。はい。で、出るのが、金の卵で、はい、誰ですか出んのは。クリクリクリリンかぶりですね。2体目でございます。まあ、新キャラだからセーフ。さあ、ということで、続いてはですね、課金ガチャですね。160円ぐらいのやつかなこれは。はい。出てくるのが、はい、金が出てきて、誰ですか？はい。マイメロディーですね。まあ、マイメロディーもまあ弱くはないですからね。ちょい強いぐらいですか。遅延と消せない覚醒箱火薬の武器が強いですね。はい、で、次でございます。はい、次は、はい、と。さあ、ダイヤが出てきて、はい、止まったわ。え、ってことは当たりか？いや、もしかしてこれ確定か？確定かもしれん。あ、てよ、誰だ？ラフィーに来てた。ってことはこれ確定ガチャでしたね。はい。まあ、ということで、私の無料ガチャ、そして課金ガチャでございました。おまけでね、つけておきました。よかったら参考になったら、参考になるわけもないか。はい。まあ、ってことで、高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。